半海電気軌道半海線。半海線は、大阪府大阪市何枠の恵比寿町停留場から、大阪府堺市西区の浜寺駅前停留場までを、結ぶ、半海電気軌道の路線である。大阪市内の東田摩で停留場住吉鳥前、停留場間と堺市内の寮の町停留場、五両前停留場間は、平洋軌道となっており、どちらも紀州街道。 堺市街での愛称は大道筋の中央を通っている。上町線の電車が住吉停留場から浜寺駅前停留場まで乗り入れている。恵比寿町阿弥鼓道間の系統と住吉浜寺駅前間で上町線と堺市内間を直通する上町線、天王寺駅前浜寺駅前間の系統が運行されている。 恵比寿町浜寺駅前間を直通する系統はなくなったため、両系統間を乗り継ぐ場合は、阿鼻コ道停留場で乗り換えとなっている。恵比寿町阿鼻コ道間の系統は2014年3月1日ダイヤ改正で、運行便数が大幅に削減されている。運転間隔は以下の通り。2009年7月4日のダイヤ改正で、 天王寺駅前浜寺駅前間の系統が主体となり、それまで主体だった恵比寿町浜寺駅前間の系統の電車は朝、夕の一部を除きすべて恵比寿町阿弥陀道間の運行となった当時の昼間時は12分間隔で運転。さらに2013年2月2日のダイヤ改正で恵比寿町浜寺駅前間の系統が全廃され、恵比寿町からはすべて阿弥陀道までの運行となった。 上町線との直通系統は、天王寺駅前浜寺駅前間の系統のほか、天王寺駅前阿倍小道間の系統が運行されている。正月三が日には特別ダイヤとなり、恵比寿町阿倍小道間を中心に大幅に増便される。半海電気軌道は利用者の減少や2000年に国土交通省から出された安全対策事業を進めることが 資金的に困難だとして2003年に阿ビ子道以南の堺市内区間について廃止を含めた協議を堺市に仕入れた。これに対し堺市では安全対策事業への補助や市民参加の支援団体立ち上げといった路線存続に向けた動きを見せている。堺市にはかねてから東西鉄軌道として構想されている LRT 建設計画があり、 半海線との有機的な連携が期待されていた。この動きを受けて2006年12月に堺市が半海電気機動と親会社の南海電気鉄道のグループとの LRT に関する非公式事前協議でグループ側から提案された相互乗り入れを受け入れる意向を示し、このため道路線の存続と2010年度を目途に、 LRT との相互乗り入れ実現を目指す方向で話が進んでいた。2008年4月に堺市が公表した東西軌道堺浜堺東駅間基本計画骨子、案によると半壊電気軌道半壊線の堺市内区間である阿弥子道浜寺駅前間 7.9km の区間について堺市が総事業費 約30億円を投入し、LRT 化するとともに公有民営化される方向である。また、堺井市が計画する LRT 路線である東西鉄軌道と交差する大小寺駅から相互直通運を行う予定としていた。2009年9月27日に前市長の任期満了に伴って行われた堺井市長選挙で当選し、10月に 堺市長に就任した竹山治美は LRT 建設計画の内堺東、堺駅間を再算面などにより建設中し、堺駅堺浜間は LRT と大阪市営地下鉄の延伸による整備に見直すことを表明した。このことから明確な支援が行われなければ、堺市内区間の廃止問題が再度浮上する可能性も取り沙汰されている。 LRT 建設計画のうち境東、境駅間の建設中止については2009年12月に市議会の反発によって否決されたが、竹山が境市内の交通体系を総合的に検討する意向を示したことで LRT 関連予算を減額する修正補正予算案が2010年1月13日に可決された。同年1月22日には竹山が 南海に LRT 計画中止を正式に申し入れ、これに対し南海は同年秋までに半海線支援策を提示することを要請した。2010年6月、堺市は南海及び半海に対し10年間で総額50億円、年間2億円の利用者拡大策への補助に加え、設備高度化への補助として30億円の支援策を提示し、同年10月には 半海との間で存続に向けた基本合意を結んでいる。2010年4月に半海電気軌道は堺市内の休場を訴える資料を公表した。それによると堺市内区間の状況は以下のようになっており堺市内区間を存続するには軌道施設や車両などの交流化による設備持ち費用の支負担と増客支援策等により1日約1000人乗客が 増えて収入が約3割増加することが必要としている。輸送密度は下記の通り1985年度と比較して6から7割も減少している。なお1985年当時の堺市内のデータイムの運転本数は毎時8本7分30秒間隔の運転であったが、その後利用客の減少に伴い毎時6本、現在の毎時5本へと削減されている。 平成21年度堺区間が利用者減少に関わらず営業収入が増えているのは収入案分を見直したため2011年1月15日より存続に向けいくのような利用拡大策が実施されている同年3月1日には堺市内区間及び堺市内の南海バス路線を対象としたフリーギップ 堺おもてなしチケットの販売が開始された2017年8月から2018年3月には、はに課長の堺最高切符発売。これらの支援策により、堺市では年間21万5000人、1日あたり589人の利用者の増加を見込んでいたが、平成23年度の利用者数は1日あたり1392人の増加となり、 予想を上回る結果となった。2011年4月、上町線の天王寺駅前停留場付近に、安倍の急図モールが開業したことも利用者増加に影響している。初代半海電気軌道により建設された。しかしながら、全線が南海鉄道の路線、今の南海本線と競合することもあり、一時は住吉大社の三景客や浜寺公園への 遊覧客をめぐって、激しい輸送競争も行われた。その後、南海に合併されて、半海線となった。だが、1927から1935年には、今度は、半海電鉄、新半海によって競合線が付設された。これは後に、大阪市へ買収されて、大阪市電半海線となり、1944から1968年に、 かけてて全廃されている。1980年に大阪馬車鉄道なにわ電車軌道が建設した上町線とともに港会社の二代目半海電気軌道へ譲渡された南海電気鉄道時代はさらに廃線となった平野線も加え大阪軌道線と総称されていた全停留場を大阪府に所在 2012年3月に半海電気軌道で駅ナンバリングが導入されたが、この時 HN27、石津東港間と HN30、千尾浜寺駅前間は欠番となった。このうち前者は2015年2月1日に開業した石津北停留場に付けられた。両の町から五両前間の併用軌道は戦後、 堺市によって行われた大道筋の拡幅工事と並行して行われた軌道の移設の際に建設されたグリーンベルト式の一般車両進入禁止、保守点検車両を除く専用軌道に近い併用軌道で、この区間の運行は鉄道信号ではなく一般交通と道区交通信号に従う道路信号と連動する専用の矢印信号はある。近年は線路交換に伴い、 交差点部分を除く一部の敷地、舗装が撤去されているほか、緑化軌道の試験も行われた。グリーンベルト式併用軌道とは、軌道と車道の間に植え込みを廃して、軌道と車道を区分したもので、車道の両外側には、歩道が廃されている。事業者名は、廃止時点のもの楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。